感染したポイントから汚染を拡大しようとしている。なんで？まだわからない。でも確実にハドックだ。システムは異なるけどゾンビのコードに似てる。何が狙いなんだ。調査を続ける。The new smart TV by Home Electronics is the nerve center of your home. Through what? ジミー・シスカ氏を含む信者をいかにして支配しているのか。またゾンビだ。今回も CTOS モバイルを返してる。そろそろ経路は判明したな。ジョシュ、ダンプを送る。待って、ゾンビの狙いが分かった。何？近くの電話を感染させてる。被害者を引き寄せるためにアクセスポイントを装ってね。特定のキーワードを探してて、その多くはグレーストロームや軍事技術関連。独自のスパイネットワークを形成してるってわけね。データはどこかへ送られるの？ハドックだ。ついクリーナーを準備する。待って、駆除するよね？そうね。私もファンではあるけど、大問題を引き起こしかねない。完全に駆除して。
おいおい、ここはギャングの縄張りだぞ。ハドックの仲間か？ハドックはギャングとは組まない。どうして？意味がない選択だから。絶対違う。裏があるのかも。ホームレスの男がデバイスゼロを持ってた。携帯を渡したのはハドックだ。うまいやり方だな。一般人が近寄らないようギャングのアジト近くにいるやつを選んでる。なんでホームレスを？ウイルスを簡単に広めてくれるからだ。彼らは公共機関に金をもらいに行くだろう。感染地点を追跡すれば通る道と一致するはずだ。本物みたいに拡散するのか。そう、まさにウイルスだ。ところで嫌な伝言があった。俺たちに手を引けとさ。手を引く？もうクリーナーは準備した。エリア内のゾンビ2を全て駆除できるはず。最新の注意を払って。やっていいの？やらないと後々問題になる。ハドックを怒らせることになるけど、償う方法は必ずある。デッドセックの強力な味方になるはずよ。よしたら、コンテナの番号は LV426 俺のオタク度を試してんのか？少しだけね。 SIBU707 から始まる。了解。見えてはいるが、他のコンテナが邪魔だな。どかさないと。どかさないと。
嘘だろ。おい、落ち着けっての。なぞなぞだ。この辺りで人身売買をする中国人は。アンティスボーイズ。とんでもなく高級な人身売買だ。俺の前のアパートより快適そうだ。写真を送れ。受け取った。誰なの？なんか鼻血出てるけど。ヌードル翻訳と仲が悪いんだ。奴は普通の積み荷じゃない。それでどうすればいい？ネットで写真を探してくれ。多分この待遇なら教育も受けてる。オッケー。じゃあ中国から始める。分かったら連絡するよ。オッケー。あ、それからアメリカへようこそ。